to business. Alright, let's see, the first thing I'm gonna do is... Let's look around first. Let's take the elevator. Can't do that either. The customer. Can't take the elevator. What can I do? I guess I can't do anything here. Can't call him. お忙しいところすみません。僕は宇津木探偵事務所の者なのですが、少しお話を聞かせていただけませんか。探偵事務所。そうですね。お答えできる範囲であれば構いませんよ。ありがとうございます。That should be better.Some shedding is missing. What the world? I hate whenever you guys do this.少女は今後どうなるのですか。会長と社長が亡くなられて、専務をはじめとする役員たちの手で運営されます。 Yeah, that's pretty obvious.他に何か気がついたことは。あ、そうだ、お客さんを待たせてたんだ。計画のめどがついたところでしたのに。当社の相談役ですよ。役員たちからも一目置かれている、とても優秀な方のようですね。綾代二郎さんはどんな方なんですか。社長とは正反対の内に強さを秘めた方です。それにとても冷静な方でして、社長が亡くなられた時でもほとんどうろたえた様子は感じられませんでした。
Interesting. Azusa did say something like that. Hold on. Let's look at a notepad. I'm pretty sure she did. Now let's go to Zero. I'm pretty sure one of them did. なった社長の息子さんですね。事件の容疑者だと聞きました。立派な会長でしたよ。尊敬しておりましたのに。I asked him everything. Let me ask him about the company one more time. 会長と社長が亡くなった。社長と専務は会社内で対立していたということですが。ちょっと妙なことを言わないでくださいよ。そんな質問に答えられるわけないでしょう。すみません、お客さんを待たせてますので、もうこれくらいで勘弁してください。行ってしまった。あー、いいね。来客がロビーにいるようだ。客同士で何か話をしている。さすが八代商事、凛とした姿勢だ。急な来客には応じないだろう。来客がロビーにいる。Let's try the elevator again.中に入るわけにはいかない。You can't go in the elevator. What about over here? No. 受付コーン、約束がないと会えないって断られてしまった。何を話しているんだ。なしん。あ。しかし、なんですね。この専務も危ないところでしたね。まったくですな。あの社長の計画がもし実現しておれば、今頃は専務としての立場すら危うかったでしょうな。正直なところ犯人には感謝してるんじゃないでしょうかね。し
誰かに聞かれますよ。Wait, what was that? I needed to see your plans and it has been carried out. I'm sure the position as manager director would have been sweating. Oh, I see what they're saying. Zero is happy that his older brother died so that he can get the position. Which makes sense considering they have opposing views on running the company.受付カウンターだけ約束がないと会えないってこと。あ、やりこれさっきの社員が戻ってきたぞ。客との商談が終わったのか。すみません、もう少しお話。あなた、まだいらっしゃったんですか？今、仕事中なんですけどね。社長と専務のことですが。ちょっと、やめてくださいよ。専務の耳に入りでもしたら。な、専務、おはようございます。おはよう。専務、こちらが申しておりました書類でございます。なあ、その書類は私の机まで持って行ってくれ。かしこまりました。それでは失礼いたします。ところで、なんだね君は、こんなところまで来て。すみません、どうしてもお話を伺いたくて。まったく、探偵だかなんだか知らないが、相手をしてやることを感謝してほしいよ。 It wouldn't be right to ask about the rumors, but let's ask about the company first. 今後、怪しの少女はあなたをはじめとした役員で動かしていくそうですね。君に会社のことを心配してもらわなくても結構だ。Oh, you don't want me to find out something? Okay. アキラさんが容疑者ということになりましたが、そのことで何か気づいたことはありませんか？やつが何をしようが私の知ったことじゃないね。今さら犯人が誰であろうと関係ないね。Interesting.幹事さんのことです。兄さんはもう死んだんだ。これ以上何を話せと言うんだね。Well, I guess I gotta ask about the rumors. 失礼ですが、社長との関係について良くない噂があったようですね。誰から聞いてきたのか知らんが、
仮にそれが本当のことだとしてもどうだって言うんだ。君に会社のことを心配し、私は忙しいんだ。つまらないことにつき、またそんなことを聞くためにわざわざやってきたのかね。アキラのやつが何をしようが私の知ったことじゃないね。今さら。誰からどんな噂を吹き込まれたのか知らんが、仮に またそんなことを聞くために、アキラさんは遺言公開の日誰かと会っていたようですが、ジローさんじゃありませんか。私がアキラと会う？冗談じゃない。あんな奴と話すことなど何もない。やれやれ、君が何を言いたいのか分かったよ。私がアキラをそそのかして兄さんを殺させたと思ってるんだろ。グッキリポイント。大した推理だね。どう思うと君の勝手だが、君の探偵ごっこに付き合うのは真っ平だよ。もう会うこともないだろう。どうしてもまた会いたいっていうのなら、証拠でも何でも見つけてくればいいさ。もっともあればの話だがね。OK。私は君と違って忙しいんだ。失礼するよ。指名手配されたアキラが警察に捕まれば、すべてがはっきりするはずだが。よし、今日も明神村で聞き込みだ。調査しなきゃならないことはいくらでもある。There's a lot more people here. 様子が変だ。ああ、ちょっと大変ですよ。恐ろしいことになってしまいました。What now? 村の人たちが蘇ったキクさんの姿を見たと言って、さっきから大騒ぎなんですよ。え？何か言おうと思っていたんですが、何でしたっけ。僕に言われても。新聞で見ましたよ。その人が容疑者だそうですね。でもここのみんなはそう思ってないようです。やはりあの屋敷には何かあるんでしょうか。すいません、少しお話を。あんたまたここに来なすただか。わしらの話は本当だったべ。キクさんはよみがえりなさっただ。キクさんが墓から出てくるのを見たというもモールだ。恐ろしや。カンジさんを殺害した容疑者として、もう綾城アキラが指名手配されていますよ。その男が犯人だとお前さん信じとるんか。とんでもねえだ。
こりゃキクさんのたたりだ。もう聞かんでくだされ。ひどく怯えている。村の人たちはみんな青ざめた顔をしている。これは人間の仕業じゃねえだ。すみません、ちょっとお話を。もう聞かんでくだされ。もう聞かんでくだされ。恐ろしいや、恐ろしいや。But I see your family. あんた、もうあの家に関わるのはやめなされ。恐ろしい目に遭うのは目に見えとる。命を落とさんとも限らんぞ。 Okay. Oh, yeah, let me ask about that. 伝説は本当じゃった。じゃがこれだけじゃねえ。林野家にはこれからもっと恐ろしいことが起こるに違えねえだ。あんた、もう怪しろ家に近づかん方がいい。はよ帰りなされ。伝説の通り、キクさんが墓から出てきたんだって村中大騒ぎですよ。でも人が殺されたとなると、ただの噂話とも思えませんね。キクさんが蘇った。すみません、もう聞かんでく。あんた、もう誰じゃそりゃ。この村でも評判の美しい人じゃった。呪われ林野家の後継者の印。あんた、これはに、村の人たちが、バス停だ。村の人たちが、自転車が止めてある。軽トラが飛ぶ。何の声。ひどく。村の人たちの話を聞く。
村の人たちの話を聞いていると、今にも蘇った菊さんが現れるよ。真面目そうな駅。すみません、ちょっと。もう。もう聞かんでく。これは人間の。あんた。あんた。誰じゃそれ。この村でも。怪しい。は？やはり、あ、菊さんが蘇ったって、新聞で見ましたよ。その人が容疑者だそうです。うん、うん、あ、そうそう、ユリさんかどうかは分かりませんが、上品なご婦人がたった今綾代家の方に行かれましたよ。Okay, now we've got some progress. Oh, it's open now. Oh. Will she finally answer my question, or will she be the same kid? Don't ask me any questions, girl. Kaori-sama ga omie desu ga. Kaori.カオリさん、カオリ様は幹事様の奥様です。ああ今にいらっしゃる。悲しまれていらっしゃるカオリ様がお気の毒で。カオリ様は今にいらっしゃい。私、これから出かけるところなんです。申し訳ありません。私、何も知りません。 Yeah, of course, you don't know anything. Yeah, yeah, yeah. おはようございます、善蔵さん。あ、おはようございます。あ、そうそう、今に幹事様の奥様。はい、茜さんに聞きました。これからお話を伺う。さようでございます。実はあれ以来気になってタバコ入れを探しているのですが。菊様のことといい、今回の幹事様にいたしましても、あまりにも。今にして思えば、なぜ菊様のご遺体をもっと熊田先生に調べていただかなかったのかと悔やまれます。どうか真実を見つけ出してください、菊様と幹事様のために。はい、全力を尽く。菊様が亡くなってからというもの、何か落ち着かない様子です。まるで無口になってしまって、今日はどこかへ出かけると言っておりましたが。本当に明様が犯人なのでしょうか。香織様の姿を見るのが私つろうございます。
どうしてこのようなものが。茜も知らないと申しますが。前にお話したことぐらいで。どうしても見つかりません。やはり明様がどこかへ持って行かれたの。茜にも聞いてみたのですが、知らないようです。そうですか。明様が持ち出されたとは思いたくないのですが。何か気づいたことや思い出したことはありませんか。申し訳ございません。お役に立てそうになく。あなたは宇津木探偵事務所の者です。はじめまして。綾代香織さんですね。こんな時に申し訳ないのですが、少しお話を。ああ、夫が、アキラが、アキラはどこにいるの？ねえ、アキラはどこ？落ち着いてください。あまりのことに取り乱すこの女性、綾代香織は、綾代幹事の妻であり、容疑者アキラの母親だ。世界的なファッションデザイナーである彼女はパリから急遽帰国し、この屋敷に駆けつけてきたということだった。こんな時に心苦しいのですが、事件解決のためにご協力いただけませんか。ええ、もちろん。私、何が何だか。私、何が。アキラさんの居場所に心当たりはありませんでしょうか。アキラじゃありません。あの子にこんな恐ろしいことはできないわ。アキラは犯人なんかじゃない。私、何が。私、有名なファッションデザイナーである彼女は幹事さんの周囲で何か気がついたことなどはありませんか。いえ、離れて暮らしておりましたから。アキラもそうだわ、あなた探偵だったわね。アキラを探してちょうだい。私にはもうアキラしかいないの。ね、お願い。ええ、わかりました。お引き受けします。綾代アキラはこの事件の鍵を握っているだろう人物だ。いずれにせよ見つけ。仕事一筋の主人は家庭を顧みない夫だったかもしれません。まさか突然こんなことになるなんて。最近では離れて暮らしておりましたから。アキラも。そうだわ、あなた、私にはもうアキラしかいないの。ええ、わかります。綾代アキラは
の子にこんな恐ろしいこと。私にはもうアキラ。何かご用でしょう。本当にアキラ様が。探偵さん。いえ、もう少しお願い。カオシさんがアキラを思う、怪しろアキラを探す手がかりでもあれば、ナムさん。ここにはいないようだ。悲しみに打ちひしがれ。もしもし、神田先生はいらっしゃいますか？神田はただいま外出中です。あ、そうですか、ありがとう。香織さんがアキラ、怪しろアキラを探す。私そうだわ、ね、これはこれはアキラの写真です。かなり前に撮ったものですが、今手元にはこれしか。これは重要な手がかりだ。わかりました、任せてください。どうかこれでお願いします。言ってしまった。耐えられなくなってしまったんだろう。ほら、電話が鳴っている。仕方ない、僕が出るしかないか。もしもし。その声はあなたね。あゆみちゃん、どうしたんだい。23歳だったの。それともう一つあるの。菊さんが死ぬ少し前にね、アキラを乗せた車を見かけたというアキラの友達の証言があったの。運転していたのは40歳ぐらいの男の人だったということよ。とりあえず急いで教えた方がいいと思って電話したの。他にも何かないかもっと調べてみる。あ、頼んだよ。それじゃあ、また事務所でね。やはり骨董品を盗もうとしたアキラによる
とっさの犯行なのかな。それにしても、アキラは誰と何のために会っていたんだろう。アキラと車に乗っていたという男性、それが遺言公開の日に会っていた相手なのか。何か手がかりが見つかったのですか。ええ、あゆみちゃんが見つけてくれました。それはそれは、あゆみ様もさすが宇津木探偵事務所の一員、優秀な方なんですね。とても頼りになります。それでは私は仕事に戻りますので、何かご用がありましたらお呼びください。そういえば昨日の警察からの電話では、解剖の結果が出るには少し時間がかかるって言ってたな。そろそろ出ただろうか。そうだ、熊田先生のところに幹事さんの解剖。こんにちは、お邪魔します。あら、こんにちは。探偵さんがお見えですよ、先生。おお、君か。たった今、幹事の解剖の結果報告があったぞ。本当ですか？聞かせてください。それが妙なんじゃ。警察の話によれば、幹事はナイフで刺された時はもうすでに死亡していたであろうとのことなんじゃ。アキラの手によるとっさの犯行ではないかもしれないということですか。まあそういうことじゃな。ところがナイフの傷以外に死因とみられる外傷は何も見当たらんそうじゃ。それじゃ幹事さんはどうやって殺されたんですか。謎じゃの。他に何か気がついたことはありませんか。そうじゃの。お前さんが今着ておるシャツのサイズがちょっとあっとらん。それくらいかの。先生、この写真なんですが。ん？これがそのアキラじゃと。そうそう、こいつじゃ。菊さんとこへ来とったのは。ずいぶん前の写真のようじゃの。これはアキラの犯行ではないと考えていいんでしょうか。どうじゃろうな。幹事の死体のそばの鍵からはアキラの指紋しか出んかったことじゃし、警察は引き続きアキラを探しとるようじゃが。頭に怪我しとるようじゃが。連お前さん、ナイフの傷以外に死因とみられる外傷は見当たらん。感じはどう？綾代家の顧問弁護士じゃ。
判事の死体のそばの鍵からは。あ、こらこら、熊田先生だ。そういえば、あゆみちゃんも僕がこのシャツを着ているところを見たことがないと言ってたっけ。天地さんが貸してくれたのかな。シャツのことも気になるし、一度天地さんのところに顔出してみよう。Oh, that's double the trigger? Oh, even at it. お邪魔しました。はい。天地さん。どうだい？記憶は？いえ。そうか。それにしても僕もニュースを見ているが、君が巻き込まれたのは大変な事件だね。しかし僕は君自身のことが心配だよ。気をつけるんだよ。はい、ありがとうございます。このシャツもしかして。え？ああ、その服のことかい。そのシャツは僕のいとこのものなんだ。君のシャツはひどく汚れていたのでクリーニングに出してしまったんだ。戻ってくるまでそいつを着ていてくれないか。あ、そうだったんですか。ありがとうございます。お借りします。Okay, yeah. アキラという人なのか。随分子供のようだけど。これはかなり前に撮ったものなんだそうです。ああそう、ちょっと古い写真なんだね。何か君の力になれればいいんだけど。大変な事件だね。しかし、はい、ありがとうございます。いろいろ聞きたいことがあるから。本当に僕はあの日この場所で誰かに会う。善蔵さんも僕が誰かからの電話を受け、重要な情報が手に入るかもしれないと出て行ったと言っていた。うん、ダメだ。
から死。はい。天地さん。どうだった？うなかみ農家。君のシャツはクリーニングに出してしまった。大変な事件だね。ん？もしや君も。僕も君のことで何か分かったらすぐにしよう。だから君はあの崖で手がかり。はい、早速行ってみ。ああ、I missed it. Now I gotta go to the cliff. 本当に僕はあの日この場所で誰か、善蔵さんも僕が誰かから、そうなものなんて、いや、人影はない。人影はない。ここから四五メートル。いいな。この崖は。手がかりになりそうなものなんてやっぱり何も見つからないな。天地さんは言ってた。人影はない。人影はない。手がかりに。手がかりになりそう。ここから四五、手がかりになりそう。手がかりになりそう。静かな。手がかりになり。この崖。手がかり。手がかりになり。手がかりに。手がかりになりそうなものなんて、やっぱり。はい。天地さん。どうだった？うな。君のシャツはクリーニングに出してしまう。何か君の力。僕も君のことで何だから君はあの。それが
ってみたんですが、やっぱり何の手がかりもありませんでした。そうか、残念だったね。お？ちょっと待ってくれよ。そういえば、そうそう思い出した。君は気を失っていた時、上事でしきりにお守りがどうのこうのって言ってたよ。どうだい、何か心当たりはあるかい？お守り？お守りって言ってたんですか？そうだ、確かにそう言ってたよ。あの様子じゃよほど君にとって大切なことなんじゃないかな。そうなんでしょうか。もう一度崖に行ってみたらどうだい？今度こそ思い出すことがあるかもしれない。そうですね。ちょっとすみません。え、私に何か？綺麗な女の人だ。もしかして前に平吉さんが言っていた人なのか。失礼ですが、こんなところで何をしているのかって思われちゃったかしら。私はここで人を待ってるだけ。結婚の約束をした恋人を待っているの。彼は町を出て行くとき、こう言ったわ。必ず成功して、きっと迎えに来るって。Oh, my mic was muted. そして今年がその約束の年なの。そうですか。あら、私ったら見ず知らずの人にこんな話を。ごめんなさいね。私は藤宮由紀子と言います。あなたは？あ、すみません。僕は宇津木探偵事務所の者です。この辺りで起きた事件を調べています。少しお話を伺ってもいいでしょうか？ええ、構いませんけど、私でお役に立てるのでしょうか？This is Yukiko. Yukiko. So, ここが二人の思い出の場所なの。綾代ですって？あなた綾代の方なの？私が待っている人っていうのは綾代和人っていう名前なのよ。の綾代和人？あなた和人を知っているの？あ、いえ知りません。僕は綾代家の調査を依頼された探偵なんです。そうだったの。綾代家の事件のことはテレビで知りました。確かに和人と同じ名字ですけど、
カズトがその綾代家の人間なのかどうか彼から聞かされていないんです。そうなんですか。確かにここまでの調査で僕は綾代和人さんという名前を聞いたことはありません。そうなのね。ごめんなさい、その人のことは知らごめんなさい、そのあなたこそこんなところで何をしているの。あなたこそごめんなさい、私ごめんなさい、お役に いくら呼んでもあの人は現れないの。でも私差し支えなければカズトさんのことをもう少し詳しく教えていただけますか。私と同じ隣町に彼は母親と一緒に住んでいたわ。そしてお母さんが亡くなられた後、彼は法律家になると言って町を出たの。必ず成功して迎えに来ると私に言い残して。ユキコさん、おかえりなさいませ。本日はもう善蔵さん、綾代和人ってご存知ですか。どこでその名前を。あ、いえ、隠していたわけではないのですが、実は和人様というのは由利様の弟なんですよ。由利さんには弟が。はい、しかし菊様の本当のお子様ではないのです。旦那様は綾代家の席に入れて我が子として育てられました。この屋敷に住んでおられたんですか。はい、和人様とその母親は当時この屋敷の離れに住んでいらっしゃいました。ところが旦那様が亡くなられてからは菊様に疎まれてこの屋敷から出て行かれました。今頃どこでどうなさっておられることやら。和人様と由利様は本当に仲のいいご兄弟でした。家を出られる時も由利様は和人様が気がかりでしたでしょう。和人様なら由利様の居所をご存知かもしれませんね。この頃のアキラ様は可愛いお坊ちゃまでしたのに。お守り？はて何のことでしょう。前にお話し先ほどお話ししたこと以外に。わかりました。和人様なら、ゆり
先日次郎様は警察へ事情聴取のために出頭なさったようです。しかしアリバイが成立ということですので、今日もお仕事に励んでいらっしゃったことでしょう。警察も何を言い出すことやら、よりによって次郎様を疑うとは。ところで和人様のことをどなたからお聞きになられたのですか。和人さんの婚約者だという藤宮由紀子という女性から聞いたんです。実は和人さんは法律家になると言い残して町を出てしまって、今どこにいるのかわからないそうです。え、和人様も行方が。和人さんは今年戻ってくるそうです。由紀子さんはその帰りを待っているとおっしゃっていました。さようですか。菊様の亡くなられた年に戻られるとは、何か因縁めいたものを感じますね。確かに綾代和人なる人物は事件とは無関係なのか。それともお話の途中ではございますが、もうすっかり日が落ちてしまいましたよ。あ、本当だ。それでは今日は。はい、どうかお気を。すっかり遅くなってしまった、あゆみちゃん。今日も昨日は随分遅かったのね。伝えたいことがあって待っていたんだけど、ちっとも帰ってこないから心配してたのよ。あ、ごめん、心配かけて。それで伝えたいことって。実は私、あなたに電話した後、アキラがよく出入りしていたというスナックへ行ってみたの。そこで聞いたんだけど、アキラはヤクザに借金して随分困っていたらしいの。ところが最近どういうわけか溜まっていた借金を全て返済しているのよ。え？それどころかアキラは仲間たちに自分は未来の綾代商事の社長だって言ってたんだって。キクさんが死ぬ少し前のことよ。ただアキラを乗せた車を運転していた人のことについては、それが誰だったのか分かんなかったの。ごめんね。でもその男の人っていうのは 3,40 代の紳士風の男性で、アキラと一緒にいるのがとても不自然だったそうよ。不自然か。少なくともただの友人ではなさそうだな。あゆみちゃん、今日の調査の前に推理を手伝ってくれるかい？もちろんよ。どうしたの？そんなに見つめる。どうしたの？そんな。どうしたの？天地さんの言っていたお守りってなんだろう。アキラは盗んだ骨董品を処分した金で借金を返したんだろうか。またどういうつもりか。アキラは自分を未来の社長だなどと触れ回っていたという。
そのアキラと一緒に行動している40歳ぐらいの男とは誰なのか。漢字殺しは盗みを見とがめられたアキラのとっさの犯行だと思われていたが、漢字はナイフで刺された時すでに死んでいたらしいことが新たに分かった。だとすればこの殺人は計画的なものなのでは。菊の死といい、漢字殺しといい、これら一連の事件は全て誰かの都合のいいように進んでいるじゃないか。あら、電話だわ。誰かしら。はい、宇津木探偵事務所です。え、大変よ。電車まで喋る。大変です、次郎様が。次郎様が。次郎さんはどうしたんです。もしもし、前蔵さん。心不全で死亡した綾代家の当主、綾代菊。綾代家執事である前蔵はその死に不審を感じる。前蔵より調査を依頼された私立探偵のあなたは、調査中に起きた事故で記憶を失った。死人よみがえりの伝説が残る明神村で、やがてあなたは莫大な遺産と権力争いをめぐる複雑な事件に巻き込まれる。綾代商事の社長幹事が土蔵で殺され、事件は殺人へと発展した。そして今またあなたに。執事からの電話が何かを告げた。幹事の弟綾代次郎に一体何が。あなたは明神村へと急いだ。明神山で僕を待っていたのは変わり果てた綾代次郎の遺体だった。 OK。次郎さんが。おいおい君、勝手に入ってきてもらっちゃ困るよ。ああ、なんだ。分かっているだろうけど、現場は荒らさないでくれよ。それと、今熊田先生が研修をしているから邪魔しないように。わかりました。I'm going anyway here. I'm saving for the next live stream. Good lord, man, this game story is just so good. This is gotta be one of the best stories in the Nintendo game. I'm invested.Alright, that's it for the live stream.